こんにちは。コアアクシスナンバーゼロ、ジクピタメソッド開発者の横井接骨院院長、横井信之です。この季節、鼻づまりだとかで悩んでる方がとても多いです。ですので今回は鼻づまり対策としてのメソッドをご紹介したいと思います。このメソッドで、鼻づまりだとか鼻の気持ち悪いということが少しでもなくなっていく方がいればいいと思い、ご紹介したいと思います。ではですね、どういう風にするかということですけども、2点攻めをしていきます。まずですね、ここ頬の骨がありますよね。ここくぼみがあります。ここのところを耳の上側の方へテンションを持っていくのと、あとここ小鼻のところ、ここを下の方へテンションを軽くかける。基本は力いっぱいやるんじゃなくて、そっとやっていきます。そっとやっていきます。でここで左手の方で頬の骨を耳の上側の方へテンションをかける。それと小鼻の方を下の方へテンションをかける。これでじーっと待ってます。20秒から30秒、このままテンション同じように持っていきます。こっちが強くてもこっちが強くてもダメです。同じ力の配分でずっとしていきます。やってるうちからだんだんと鼻が通ってきます。でゆっくり離していきます。どうですか、こちらがやった側の方ですごく空気が入るようになってきたと思います。さらに他の2点ありますけども、鼻の軟骨のあたりですね、ここと乳幼突起っていうところがあります。耳の下のところにちょっとツンと出てるところ、ここを後ろへ持っていく。お軟骨は横、真横の方のベクトルをかけていきます。優しくやっていきます。いきますよ。これも決まったら、同じテンションで決まったら、20秒から30秒ぐらいこれやっていきます。あ、さっきのでも鼻が通ってきたのにってなってきます。さらにですね、下顎を、下の顎ですね、顎、あん、横でもいいし、縦でもいいし、あん、自分の好きなようにこうやって、あんって動かしましょう。これは絶対無理しないようにして、動ける人はやってもらえばいいですし、動かない方はこれだけでも十分できます。でゆっくり離していきます。なんか息がしやすいなってことになってきますね。じゃあこれをですね、できたら4点攻めですね。これを全部いきたいと思います。中指で下の方、人差し指で鼻の軟骨を左から右へ持っていきます。さらに今度は耳の上の方にベクトルを持っていきます。さらに親指で乳幼突起のところを後ろの方へ、これを同じベクトルで一気にやっていきます。でここで決まったら、あこの方はゆっくり開けてもいいし、やれる範囲でやってもらえばいいです。空気が入ってきます。空気が入ってきます。ちょこっと2点攻めだけでもいいですので、それをやっていただくと、鼻が通ったってなってきます。ぜひ試してみて、やってみてください。なぜ4点攻めが有効か、2点攻めが有効かということをご説明したいと思います。まずですね、頭ですけども、こういう頭蓋骨、こういう縫合とかあるっていうことは、力を逃がしてあげるっていうことがすごく大事になってくるんですね。鼻炎だとか、花粉症などで鼻が詰まるっていうことはどうかっていうと、この鼻腔ですね、ここのところの粘膜が腫れちゃうよっていうことで、腫れさせて、その分花粉が入らないように、雑菌が入らないようにっていうことがここで止めてるわけなんですけども、内側がこう腫れてくるとどうなるかっていうと、イメージですよ、こういうボールとかでもですね、一つの圧力をポンと持っていくと、他で圧力を逃がすのに膨らんできます。そういう状態が、頭蓋骨だと思ってください。4点攻め、2点攻めどうするか。ここで出てる突起を利用しましょうっていうことですね。で突起を利用して、大圧力になったところが、ゆっくりとですね、元の位置に戻してあげるだけでも全然変わってきますので、ここで2点攻め、3点攻め、
4点でね、さらに顎を動かす、下顎を動かしてあげるっていうことで血液の循環がどん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 良くなってきます。そうしてくると腫れもだんだんと引いてくる状態が出てきますので、まあ、先ほどお伝えしたみたいに力いっぱいやるってところでやっぱり変化が出てきません。反発が起こってくるんですね。ゆっくりこうだよ、こっちなんですよっていう教えながらゆっくりやっていくということがすごく大事になってきます。いかがだったでしょうか。ぜひこのテクニックを使って患者さんや周りの大切な方を救ってあげてみてください。この動画がいいなと思ったらいいねボタンポチッ、チャンネル登録をお願いいたします。手技に関する質問ややってみた結果良かったよっていうことをコメント欄に書いていただくととても嬉しく思います。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。